はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター翔気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。トゲコンボに侵略された1の1クリア率は 0.98% やっていこう。これはトゲコンボに侵略されてんな。まあでもこんな感じでさ。トゲとトゲの間って意外と広いんだよな。てかそもそもこんな感じでさ、トゲが見えてから実際に落ちてくるまでもだいぶラグがあるからさ、来る前に突っ走れば何ら問題はないって感じ。待ってー、よいしょ、バカ野郎。そりゃ聞いとらんて、これ急に床側にももうトゲコンボを組んのはさ。ちょっとここ慎重に、待って、慎重に行こうって言ったじゃん今さ。ところでこういうタイプの1の1ってさ、なんか地下どうなってるか気にならん？まあどうせなんか大量のトゲで意外と少ないな。思ってた5倍くらいシンプルだったわ。よし、ただいま、一旦ここで待ちます。でこれトゲコンボ上がったらスタート。あ、まあここ突っ走れるね。ここ突っ切りの、ちょっと待って、どっかでここでステイ、しばらく待って、でトゲコンボ上がったらそろそろゴール。待って、これどうす、待って、これどうする、うわあ、ぶねー、よし、死んだわ。もうこれ全部突っ走るか、こっからの、よいしょ、あー、いける、ナイス。一発ネタ110、クリア率は 0.38% やっていこう。P スイッチをすべて、あ、喋らせてくれ。まあまあ、めんどくさそうなコース来たな。これ多分なんか踏む順番とか結構なんか意識しないといけない。そうだよな。なんかこんな感じで周期が噛み合わないんだよな、P スイッチのレールと。ってことはこれ開幕のやつさ、1回右を2回で3回踏んだらこうやって左移った方がいいな。左2回踏んでこれで右移る。あ、オッケー。右3、左2、右1、左2、オッケー。これでいけそう。まず開幕で右を1回、2回、はい、3回踏むで左1回、2回踏んだら右、またオッケー。で、左、よいしょ、あれ、なんかタイミング噛み合わないな。ダメか。いや、これもしかしてめっちゃちっちゃく飛べば解決する話？いや、そうでもない。いや、いけたわ。はい、はい、はい。よいしょ、なあ、惜しい。こっちの方が良さそうだわ。大小小大の順番で全部回収できる。まず大ジャンプ、ちっちゃくちっちゃく、大ジャンプ、大ジャンプ、ちっちゃくちっちゃく、大ジャンプ、ミスった、くそ。オッケー、完璧。検証、ラグイトレンダは早くなるか、クリア率は 26.24%。まあまあ高めだね、やっていこう。パックンフラワーをすべて倒してからゴール。オッケー。なんかコース説明文でなんか1のドアが普通で2のドアがラグイ状態、あの遅延装置が使われてるドアかな。じゃあまずちょっと1のドアで、あ、なるほどね。2のドア入ったらその遅延装置が作動しますよと。このパックンを倒せるかと、その左上の P が間に合えないか。原始大陸クリア率は 0.35% やっていこう。まあまあ、なんか見た目やべえコースだな。これあれだよね、その丸々に乗って、そのパックンとパックンの間ビヨーンって越えましょうってコースだよね。あ、ダメなんだこれ。今も完璧だと思ったんだけどな。あー、いけた。ちょっと飛んでる最中も若干左右調整挟んだ方が良さそうだな。まあでもいつもの数打ち当たる、数打ち当たる形式に近いかな。オッケー。丸々真ん中よりちょい奥でヒップドロップして、で空中で方向転換。オッケー、ナイス。スパイキースネークブロックスカイズクリア率は 0.21% やっていこう。よし、対戦よろしくお願いします。これはなんか普通の改造コースっていうわけじゃなさそうだ。このスネークに乗ってなんか前から来たね。よいしょって言って。あー、なるほどね。このスネークの上でこいつらこの前から来る奴らをなんか一体一体避けていきましょうと、こう言って、こう言って。待って、それなんか、2列連続で来るのはしんどい。これどないせいっちゅうの。よいしょ、ここで待機からの OK ナイス。ちょっと待って、高くないか。よいしょ、OK。いけた。よし、で次こいつで、ここも飛んで、さっきのやつと比べたらまだ低いだけました。よいしょって言って、ここもまだ高さはさっきの、よいしょ、でかちっちゃいちっちゃいちっちゃいの、でかいやつ1体、ちっちゃいやつ3体のやつが一番高いねって思ったら、また高いやつ来た。 OK ナイス。ちょっと待って、速くなるとは聞いてない。横幅広くない、セーフ。 OK。 よいしょって言って、ちょっと待って、それ無理ーと思ったらいけた。ちょっと待って、これどないせいっていうの、ここで避ける。オッケー。神がかってる。よし、でこっから次はどこ。オッケー、ここで一回ステイからのこう避けて、オッケー、オッケー、いけた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 。待って、これさ、なんかベストタイム2分半くらいいなかった、これで前半みたいな、そのレベルじゃない。ちょっと待って、なんか上下にめんどくせえのがいるんだけど、超めんどくせえのが飛び交ってるんだけど、ちょい待ち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 、オッケー。よし、で次はここのトゲ警戒からの、よいしょ、はい、飛んで、オッケー。よし、ナイス。
で、うーわ、ちょっと待って、そのあの、上のやつと下のやつの同じタイミングでトゲを出してくるわけじゃないな。ちょっと感覚が、タイミングがずれてるわけなんだって思ったけど、なんかなんやかんやいけてるな。よし、集中して。よいしょ、バカ野郎！よし、ただいま。確かさっきミスったとここの辺だったよな。オッケー。待って、そこの斜めからのトゲ怖い。オッケー。よし。てかさ、これなんか地味にさ、このさ、スネークの足場も狭くなってんのが、しんどいな。オッケー。で、よいしょ。上も下も、そしてこの、目の前も、見ないといけないところが多すぎる。よし。次、マジかよ！マジで沼すぎるな、このコース。いや、あのね、中間ないのが本当にきつい、これ。まあ、あの、ここに戻ってくるまで、毎回毎回ここまで、もう、頼むからさ、せめてあの、土管出たとこからなんか再スタートできたらどんだけ楽だったことかよ。ちょっと待って、斜めのやつきつい。ちょっと待って、密度がちょっとやばいって。これどうしたら、ここ、あ、いける、ドア、これで、オッケー、ナイス、よしよしよし、これで終わりか。待って、待って、待って、怖い、怖い、ちょっと待って、これさ、なんか、プレッシャーが、本当に気が気じゃないって、これ、なに、これ、待って、ゴール、ゴール、これ待って、右飛びしていい、右飛びして大丈夫、ちょっと待って、待って、普通に怖いんだけど、ちょっと待って、これさ、これ、レール通りにこれ、スネーク進むか、ちゃんと、あ、ゴール見えた、これ大丈夫、大丈夫、これ飛んで大丈夫か、飛ぶか、よし、行くぞ、これで、オッケー、ナイス、タイヤリー！スピードラン、砂漠で取りこぼしたコイン90秒やっていこう。クリア率は 1.03%。 ちょっとね、このコースしながら話したいんだけど、今この動画撮影してるのが8月の31日。何してんだ？8月31日です。今日ね、ようやく、もう皆さん本当にお待たせしました。長い長いマリオメーカーのオンライン版から復帰することができました。5月末にさ、バンされて、で、まあ、多分期間3ヶ月って思ってさ、8月30日に、任天堂スイッチ開いたらさ、まだバンされたまんまだったからさ、ちょっと焦ったけど、あの、1日置いたら復帰してました。本当に安心した。みんなにご心配おかけして、本当に申し訳ありませんでした。それと、まあ、戻ってくるって信じて、待ってくれたみんな、本当にありがとうね。で、まあ、何が原因でバンされたのか分かりました。あのね、俺、草野人とのじゃれ合いの一環でさ、天才草野人のオマージュで天才初期野人っていうタイトルのコースを投稿したんだよね。そしたらね、それがなんか盗作とみなされたらしいの。そういうことだったんだと。ホールド Z、ホールド Z、Z をシッパー、半自動かこれ。Z をシッパーで、こうやったら違うじゃん。多分あれだ、こっから Z だな。OK。うん、あれは、まあ、確かにね、タイトルもさ、ギミックってか、やることも似てるコースだけどさ、あれ別になんか悪意のある、無許可の盗作とかじゃなくて、実況者同士のじゃれ合いなんです。信じてください。まあでもまあちょっと安心したよ。なんか本当にさ、バンされた当時はさ、何が原因か全然わかんなくて、あ、ここね、オッケー、これでクリアか。何が原因かわかんなくて、なんか対策のしようがないっていうか、なんか本当に、普通にマリオメーカーで遊んでたら理不尽にバン食らったって思い込んでたからさ、どうしよう、これなんか次、バン解除された後も、普通にやってるだけなのに、またバンされることあるのかなって不安に思ってたんだけど、まあ、これなら対策できるわ。だからまあ、皆さんもね、安心して、俺の動画見に来てください。まあ、俺もね。まあ、確かに、勘違いさせたのが申し訳ないな。確かにな。まあ、そういったなんか、盗作って思われないような活動を心がけます。はい、気をつけます。今後とも応援よろしくお願いします。